大韓民国海軍特殊戦旅団とは、大韓民国海軍の特殊部隊。略称はロクンワフ、海上作戦のみならず、陸戦能力も有していて、必要に応じて敵地での破壊工作や、偵察任務に従事することもある。アメリカ海軍の特殊部隊ネイビー・シールズが創設に関わった経緯から、ロクンユット・シールズとも呼ばれる。現在でも、 在韓米軍を通じた本家シールズとの関わりは、緊密で定期的な共同訓練、ジャセットを行っており、隊員をシールズ水中破壊工作基礎訓練過程やアメリカ海軍水中爆発物処理訓練過程へ留学させている。2015年現在、韓国は北朝鮮との退治を目的として徴兵制を維持している国家の一つである。よって隊員は、 兵役中の兵卒、職業軍人である、歌手官と、主官から選抜が行われて、訓練過程に送られる。訓練過程はいくつかの区分に分かれているが、その中でも、中心となるバット、S における研修に基づき、シールズ式の訓練内容で実施される。入隊水準は厳しく志願者の60%から70%が、途中で選抜過程から外される。 訓練過程を終了した隊員は、下記の4部隊のいずれかに配属される。10下記は、国産兵器と輸入兵器の双方が使用されている。他に、大韓民国陸軍の特殊部隊である第707、特殊任務大隊と並んで、軍内で、最初期にハイテクのロジー装備が配備されている。部隊の歴史は古く、1948年に、アメリカ陸軍の大敵諜報部隊が創設直後の、 韓国軍内に編成した特殊部隊を前進とし北朝鮮に対する情報、防雨用作戦に従事している。1955年11月25日、朝鮮戦争を経て、韓国海軍内の水中爆破処理を専門とする総海部隊として再編され、海軍特殊占領団の名称を与えられた。当時、アメリカはアジア海域における西側諸国の海軍力を 向上させるため、積極的にアメリカ海軍の特殊部隊ユット、ユットを前進とするネイビー・シールズを同盟国海軍に派遣して海軍特殊部隊の編成を推進していた。ロクノアフもユットとネイビー・シールズの要因によって隊員選抜と訓練が行われたことからロクノアフはロックにユット、シールズの通称で呼ばれている。韓国海軍のロックノアフと同じ経緯で創設された。 部隊として、大王国海軍、ウーダユニット、フィリピン海軍特殊作戦グループがある。1968年12月、イヤドとして改編された後、1970年代に、ベトナム戦争へ投入されて、実戦経験を積んだ。1976年1月に正式に、海軍特殊部隊として編成されて、それまでのイヤドは、再びユットの部隊名称で部隊の一部門となり、 その後は段階的に軍事特殊作戦、対テロリズム作戦の各部門を整備して総合的な作戦能力を獲得した。1980年代は主に本国と隣接する北朝鮮に対する偵察任務や破壊工作に従事した。冷戦崩壊後は陸軍の第707特殊任務大隊が担当していた対テロ作戦にロクンアフも投入された。 1996年に発生した高領、浸透事件に出動し、国内に潜入した朝鮮人民軍の特殊部隊を相当する任務に当たっている。1998年、北朝鮮軍の融合型潜水艇が打破された際にも出動している。2009年、ソマリア沖の海賊問題に対して、韓国海軍が編成した清美部隊の中心として、ソマリアに派遣され、 2011年にアグスタウェストランドリンクスを使用したタンカーの奪還作戦に成功している。2013年、竹島で行われた軍事演習に参加した。2014年、セオル高沈没事故の救援活動に出動している。アデン湾の黎明作戦も参照2011年1月21日、ソマリア北東2300キロのインド洋上にて、 ソマリアの海賊に乗っ取られていた韓国籍のケミカルタンカーの人質救出作戦を実施、海賊8人を射殺5人を拘束し、タンカー船員21人全員を救出した。人質と韓国海軍側に死者はなかった。この作戦の過程で人質の船長は海賊の放った AK-47 の弾3発、特殊部隊の放ったピストルの9ミリ弾が、 MP5 の消音弾と見られる弾一発が当たり、海賊の弾が大腸や肝臓のある腹部を貫通して、これが生死に関わる傷となった。特殊部隊の弾は船長の右脇から摘出され、右脇に折った重曹から15センチほど切開して、海を取り除いた後、炎症を起こして餌死した組織を切除する手術が行われた。特殊部隊の放った弾丸は、 直接当たったものではなく、壁か床を跳ねて当たった長男であった。人質救出作戦実行前、韓国軍は在韓米軍に協力要請をしているが、それに対する米軍関係者の第一声はコメントのしようがないであり、続けて韓国政府が決定を下したのならもちろん支援するが、海賊と人質が分離されていない状況での、 救出作戦はリスクが大きすぎるため作戦の実行は簡単には進められないとその趣旨を述べた。一方、韓国側でもリアキヒロ大統領は最終的な作戦実行指示を出す前に人命被害発生の可能性について尋ねると韓国軍関係者は一人二人の犠牲は感受すべきかもしれないと答えている。また安全保障関係部ところの交換は より多くの犠牲者が発生する事態を想定して実際そうなった場合に備えて国民向け声明をあらかじめ準備していたともされる。この作戦を支援したオマーン海軍の来司令官は韓国海軍特殊部隊は電光石火のごとく一人の犠牲者も出さず完璧に作戦を遂行し見事に成功した。本当に勇敢で優秀な部隊だと感じた。韓国は 自国の海軍特殊部隊を誇りに思うべきだ、などと称賛した。オマーンの英字日に関し、マスカットデイリーは一面トップで、人質救出作戦を韓国の特殊部隊要員は、非常に珍しく大胆な、吸収を展開、海賊8人を射殺、船員21人を救出したと報じた。アメリカのヘリテージ研究所のブルースクリンガー専任研究員は、米軍事専門誌、 D.O.D. バズに1月24日に寄せた気候文で、今回の作戦は、ブラボーズールという賛時を聞くに値すると述べ、クリンガー研究員は、韓国が公会上で初めての軍事作戦を、それもかなり難度の高い作戦を、成功的に遂行したと評価した。彼は韓国海軍特殊部隊に賛辞を送るだけではなく、危険な作戦の実行を決断した。 リ昭キヒロ大統領も認められると述べた。日本の軍事雑誌サットマガジンにおいて、飯シバ治療は完璧な作戦と称賛している。ありがとうございます。